はい、マンガマンです。今回紹介する漫画はハーメルンのバイオリン弾き、渡辺道明先生の作品です。連載期間は1991年から2001年、月刊少年ガンガンで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。ハーメルンのバイオリン弾きはギャグ多めのダークファンタジー作品で全37巻、 LINE 漫画で全話無料で読みました。小学生向けです。ですが罪のない人々が殺される様子などはっきり描写されるので、苦手な人は読まない方がいいでしょう。あとはヒロインの王女の扱いなど、現代ではかわいそうとかひどいということになりそうですが、そういう部分に目をつむればそれなりに楽しいです。舞台はモンスターがいるファンタジー世界、ドラゴンクエストっぽさあります。でバイオリンを弾き戦う主人公のハーメルンは人間と魔王のハーフだったりします。ラスボスは大魔王ケストラーということで、登場人物の名前などがほぼ楽器か音楽関係の用語です。私の推しキャラはサイザーとリュート、やはりこういう影があるキャラが好きです。成長していくトロンも裏主人公的でいいんですよね。ところで残虐シーンも結構あるんですが、それを大味なギャグで緩和しようとしていて独特の作風になってます。ギャグパートがシリアスな本編にもかなり影響してくるので、冷めるっちゃ冷めます。それととあるキャラにスポットが当たっている時は、そのキャラが死にそうでも味方が介入してこないことが多いです。見やすいっちゃ見やすいですけど、個人的には微妙です。とはいえ女性が守られる存在ではなく、強く気高い部分などはいい感じですし、結構泣ける話も多いです。ということで音楽用語が好きな人、ドラクエのような冒険譚を味わいたい人、ギャグとシリアスの不協和音ギリギリのストーリーと聞いて気になる人にもおすすめです。終わり方について、魔族と人間との最終戦争が繰り広げられる中、ハーメルンが完全に魔族化してもかなわなかったケストラですが、ヒロインのフルートが覚醒したことで仲間たちの傷は癒え、全員で大工を合奏合唱してケストラを弱らせ、再びパンドラの箱で封印し10年後へと。あの2人とか別の2人とかは結婚していて幸せそうです。そして相変わらずバカをやっている日常が描かれ終わります。ヘビーな作品でしたが楽しめましたし、読めてよかったです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。マンガマンでした。